ャンプとかあのスカイダイビングとかはすごい好きなんですよ。なんかスリルスリルと思わない、そのなんか多分バカなんですよ高いところのネジが飛んでるんで、多分みんな一番ちょっとドキドキするのは重心を全部預けてバッと落ちるときが、何が面白いんですよね。なんかこうゴムに引っ張られてグイグイやられてる自分が面白いみたいな面白かった楽しかったです気持ちいいしか、なんかもう楽しい気持ちいいしかないもん。はい、あれぐらいなら。日本の最長が 100m のやつがあって、それにわざわざ遊び行ったりとか、すごい渓谷だから景色がいいし面白かったですよ。自分が怒った時自分が本気で怒った時は自分も怖い。なんか本当に切れちゃった時とかは相手に容赦なくこううわって言っちゃったりとかするんで、あと自己嫌悪に陥ったりするから、家族にはなるべく私を怒らせないでって言ってやるでも実はそんなに私強くないし、なんかなんていうかどっちかっていうと、こういう遊園地とか来るとすごい童心に帰ってウェーとか言ってやっぱあんな風に走ってっちゃったりとかするし子供に近い感じなんですよね割と。だからなんかそう、この前もインスタライブとかやったんですけど、あの普通に本当に素の状態でやったんですけど、みんな酒飲んでるんですよ、酒飲んでるんですよすいませんこれが素なんですみたいな思ったよりきっと子供っぽいだと思います。いや、再婚は実は考えてなくて、もう結婚っていうのは、その契約っていうのがあんまりなんか意味わかんなくてだって例えば性的にすごく魅力的な人と支えてくれそうな人と、あとは友達、ベストパートナーみたいな友達みたいにすごくこう意見があったりとか相性があったりとかする人とかって、それが合体した人なんて絶対いないと思っててだからなんかやるんだ、これからもし私が何か誰かと何かなるんだとしたら、パートナーシップみたいな感じで受ければ一番いいかなってすごい思ってて、付き合いというかそういう男性と女性と関係になるにしても、なんかそういう契約みたいなの作らないでまあなんか相手を尊重して、だって別に私も好きだから相手が好きなことをやめてって言いたくはないし、自由に生きててほしいし幸せになっててほしいしっていうふうに思うから。ハワイ、ガーリックアヒーステーキを売っているお店屋さんがあるんですよ。そこのガーリックアヒーステーキがすごい好きで、ハワイに2ヶ月間だけ過ごしてた時があったんで、そこの思い出がすごい詰まった味みたいな。時間空いたらもうすぐ行っちゃう、そのこういう状況じゃなければ。あと結構何回も行ってるから、現地の友達もロコの友達もいるから、すごい早く会いたい、早く会いたいっていう人がいっぱいいて、早く行ければいいのになってすごい思って。